これ茅沼選手のアパレルブランドのフルークっていうところの T シャツです。皆さんもうチェックしてくれてるでしょうか。今日あいつロンティーも着てたんだよ、これのフルークの、ロンティーに、なんかこれからロンティーとかパーカーもいろいろ、これ言っていいんかな、わかんないけど確かに、これからまたなんかいろいろ出したりするらしいんで、皆さんチェックしてみてください。とても着やすいです。僕は XL を着てます。で、奥さんは M を着てます。こんな感じ。私は肩幅広いので参考になりません普通の人は S がいいかな。そうなん、どうやろう、まあ、ぴったりめですね、ぴったりめに着てます。お揃いで着させてもらってます。かわいい。他にもいろいろデザインがあるので、ホームページチェックしてみてください。概要欄貼っときますか。うん、得意の。今日はこれ何作ってるんですか。ガッパーです。これ頑張ってみじん切りにした鶏むねの見せて見せて。一匹をね、頑張ってね、頑張ってみじん切りにしたよ。したそうですよ。いい色ですね。パプリカ、パプリカ。向こうの嫌いのパプリカ。パプリカ苦手ですけど、これでも食べれます。いけこれ手作りでみじん切りにしたらね、ちょっと粗くなるっていうね。いや、食べ応えあって。そうそうそう。楽しみです。完成。今日のご飯はガパオライスと、これなんだ、コーンの好きなあれだよ。お、揚げないコロッケ。うん、ヘルシーなやつやん。久しぶりの美味しいやつやん。このシャインマスカットは、奥さんのお父さんが送ってくれました。ありがとうございます。今日は誕生日らしいです。おめでとうございます。おでめと、いただきます。いただきます。これヒロがくれたトマト。そう、広瀬農園の、広瀬農園の久々やね、これ久々、うまいんだこれ。うまいコロッケ、コロッケ味わえとる？うん一時期多分バズったよね、めっちゃ昔に。なん、なん、ん？これか？そうなん？サラダが付き合ってすぐとか。だってさ、付き合う前か付き合った時にこれ作ったの覚えてない？いや、最初作ってくれたの覚えてる。コロッケが好きって聞いとったけど。どこやったっけ？家よ、サヤの家。サヤの家だよね。うん、一人暮らしの。そうだ、モンブランでだ。モンブラン、そのモンブランで思い出の、うん、思い出の料理やね。一回練習してお母さんに食べさせて、うん、で本番の本で、けなげ、けなげけなげ。これの秘策は、最初にパン粉をフライパンにちょっといってサクサクにして、うん、振りかけるの。具材入れて上にバーって振りかけて、振りかけてトースターで、トースターでチン、チン。で、すぐ焦げ、焦げる。すぐ焦げる。すぐ焦がすっていう。肉じゃがの次の日にやるのがおすすめです。そうなの？肉じゃがの次の日？アレンジで？いや、余ったじゃがいも潰して。うん。でも甘くなってるやん、肉じゃがって。ね、それにミンチとか、また玉ねぎみじん切り足して、うんうん、それそのまま敷いて、潰してね、うん、じゃがいも、うん、で乗せればアレンジ。上手。さよなら。さよなら。朝ごはんです。朝ごはん取らんでいいよ、そんなレベルだったら基本こんなんだからさ、朝ごはん。
朝の散歩です。はい、散歩から帰ってきました。もうだいぶ青森は涼しいですね。昨日の夜ぐらいから冷え込んできて、もう出かける時もこうやって長袖着てるぐらいですごい涼しかったんですけど、まあ、歩いたらちょっと暖かかったですね。夏が終わるなんて一瞬ですね、青森。それで帰ってきたんで、ちょっとこのアスリートフードマイスターの勉強をちょっとしたいと思います。今年はちょっとこれをね、勉強しようと思って資格を取ろうと思ったんですけど、全然手がつけられてないのでちょっとやろうと思います。おそらくレストランを選ぶんだと思います。これはここでいう凍結ペヨーヌということに当たります。お昼ご飯のパスタです。いただきます。はい、これから軽食を食べて試合会場に向かいたいと思います。ちょっと今日雨もちょっと降りそうで、すごい涼しいので夜ちょっと寒そうですね。今日の相手が宮崎ということで、順位も近い相手ですし、しっかりと勝ってね、順位を上に上げれるように、やっていきたいと思います。多分僕は、ベンチスタートになると思うので、しっかりといい準備をして、出番が来た時にいい活躍ができるようにね、準備していきたいと思います。行ってきます。